アコルーニャ空港はスペインガリシア州アコルーニャ県にある国際空港である。旧名称はアルベドロ空港。正式名称はガリシア語によるもの。アコルーニャの南東にあるクジェレード中心部から7トルの地点に位置する。2011年の旅客数は101万2800人だった。アエナが完成する空港ネットワークに組み込まれている。 1940メートルの滑走路1本を備えている。チェックインカウンター1953年9月11日、スペインの内閣はアコルーニャ県の住民が利用する空港の建設を命じた。当時のこの地域に空港はなく、給料地形や気象条件などから建設は困難を極めた。当時、空路でガリシア州にアクセスするには1935年に 開港していたサンティアゴでコンポステーラのラバコジャ空港を利用するのが唯一の手段だった。アコリューニャ空港はクジェレードにあるアルベドロの第地条の高台の上に建設された。空港建設前の敷地は換算としており、まず駐車場とターミナルの建設が計画されると、1961年には電波設備と液晶画面設備が導入された。1962年には ターミナルビルが建設され、滑走路に侵入塔や他の信号が設置された。同時に、アコルーニャの議会は、空港とアコルーニャ、サンティアゴでコンポステーラを結ぶ道路の建設を命じた。1963年5月に空港が竣工し、国内専用商業空港として開港した。5月25日に開港記念式典が行われ、マドリードから訪れた初便は、 アビアコ航空によって運航された。1964年、アビアコ航空は、コンベア240で、ビーゴ、アコルーニャ、サンタンデール、サンセバスティアン、バルセロナの順に巡る便を運航した。しかしこの路線は不人気で採算が取れず、就航から1年後に廃航された。1971年には、同じ路線が運航されたが、やはり失敗に終わった。 1960年代末までに空港はスイスやイングランドからのチャーター便の受け入れを開始した。1979年には税関がオープンし、1990年には航空管制室が追加された。1980年代には多くの改善が行われ、滑走路のグラデーションの増加、軽機着陸装置の導入などが行われた。 1994年までに年間旅客数は25万9000人を超えた。新ターミナルビルの建設を含む空港や施設のさらなる拡張や周辺地域の都市化などが空港の継続的な成長と人気の高まりを促した。2001年にはボーディングブリッジや貨物ターミナルが導入された。現在の空港は1940メートルの単一の滑走路を有し、 毎時十二便が離着陸可能である。駐車場施設の拡充、軽機着陸装置のカテゴリー2から、カテゴリー3へのランクアップ、短い滑走路の延長、航空機駐車施設の拡張などが計画されている。1973年8月13日、深い霧の中で、アコルューニャ空港に着陸しようとしたアビアコ航空118便が、空港から約2トル離れた、 自治体オレーロスのリアンス教区モントローベ地区に墜落。機内にいた85人全員と地上にいた村人1人が死亡した。ありがとうございます。